新潟競馬2レース2歳新馬芝 1400m コンディションは良。スタートしました。出遅れは外ベルスパー。まずは先行争い、4番マノアフォールズ、この馬が行きました。10番メイスン花吹雪、譲りません。その後は8番ユーリフォー、その外6番スペキュラース、7番最高峰14番富士の高根。ここから先頭までは8馬身。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、400を切って先頭メイスン花吹雪、その後ユーリフォー、ユーリフォー追い上げてきた、あと200、ユーリフォー頑張っている。メイスン花吹雪追ってくるが厳しい展開。ユーリフォー1着でゴール。1着8番ユーリフォー、ユーリフォー噂にたがわない強さでありました。ここで先頭が変わった。先頭は勝負、勝負粘っている。先頭は勝負、ファンタジステラ外から差を詰める、あと200、ファンタジステラ2番手、ファンタジステラ差を詰める。先頭が変わった。ユーリフォーまとめてかわした。ユーリフォー差し切ってゴール。1着13番ユーリフォー人気に応えました。2着セントウルステークス芝 1200m コンディションは良。スタートしました。蓬莱明子突っ込んでくる。蓬莱明子わずかに先頭か。先頭ラインスピリット、ラインスピリットわずかに先頭か。坂を登ってラインスピリット、ラインスピリット伸び足がいい。ユーリフォー追い上げてきた。先頭が変わった。迫るユーリフォー、ユーリフォー差し切ってゴール。激戦必至の 1200m、 切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなくです。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭1番 BB ガルダン、2番手16番レーヌミノル、15番ソルベイン好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内から4番4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、400を切って先頭 BB ガルダン、そしてレーヌミノル、レーヌミノル突っ込んでくる。先頭はレーヌミノル、残り200を切りました。変わらず先頭はレーヌミノル。2番手レロ差を詰める。ユーリフォーまとめてかわした。ビッグアーサー届くかどうか。ユーリフォー差し切ってゴール。勝ったのはユーリフォー、鞍上は田辺博信騎手。ユーリフォー G1 初制覇です。
ユーリフォン追っている、パエロリット、ユーリフォン、ユーリフォン差し切ってゴール。勝ったのはユーリフォン、鞍上は田辺裕信騎手、ユーリフォンビクトリアマイ制覇です。2着パエロリット、その後3着レーヌミノル。400を切って先頭アドマイヤマーツ、その後レーヌミノル、アドマイヤマーツ粘っている、先頭はアドマイヤマーツ、残り200を切りました。逃げる逃げるアドマイヤマーツ、ユーリフォーここから届くのか。2番手パエロリット、差を詰める、ユーリフォーまとめてかわした、ユーリフォー差し切ってゴール。勝ったのはユーリフォー、鞍上は田辺裕信騎手、ユーリフォー安田記念制覇です。2着以下は混戦です。